生徒たちに檄を飛ばしているのは、札幌山手高校女子バスケ部を50年以上指導する上島コーチ。やっぱり3年生で軸になる選手が今のところいないっていう、これがやっぱり一番ちょっと大変なんですけども。今年から名門校のキャプテンを託されたのは3年生の牧智香選手です。持ち味は粘り強いディフェンスに確率の高いスリーポイント。目指す選手像は1、2年生の頃からずっと見てきた憧れの先輩です。一番身近で見てきたほのさんは自分が目標とするキャプテンであり、プレイヤーであり。今年卒業した森岡ほのか選手は3年間キャプテンとして活躍。卒業後は女子バスケのトップリーグ W リーグのチームに入団しました。偉大な先輩の後を引き継いだ牧選手に、上島コーチは新たな成長を期待しています。チームリーダーとしてね、あれこう一生懸命やってるんですよ。まだちょっとこう強さっていうものはやっぱりちょっと見えてこないんで、それはやっぱりもう少し強くね、チーム引っ張っていってもらいたいというふうには思います。今年は全国の強豪チームが参加する U18 日清食品トップリーグに選出されました。新生札幌山手女子バスケ部には新たな舞台が待っています。強豪相手に自分たちがどれだけ通用するかっていうのは、どんどんチャレンジしてやっていきたいと思うし、少しでもチームの成長につながるようにプレーしていきたいと思っています。